栗まんじゅう、栃木の森のポンポコリン。これなんとも可愛らしい。で、これはもう、栗まんじゅうはもう栗まんじゅうなんですよ。この、こういう普通のまんじゅうに、もう、この、しかもこのボリューム、この太さ、ボリュームがあったらもう丸ごと栗が入ってるっていうのが、まあ、そんな感じですよね、大体ね。あ、ちょっと待ってください。これなんか書いてある。ね。いたずらたぬきのポンポコリン、頭に葉っぱを乗っけたらそれは美味しい栗まんじゅうになったそうな。あれ、ポンポコリンがまんじゅうになったってこと？まんじゅうになったの？どれ、まんじゅうになった姿？じゃ、ポンポコリンを食べてしまうってこと？このたぬきを。いきましょう。さあ、あ、待って。あー、葉っぱだけが残って、これポンポコリンって同一人物ってこと？ちょっとポンポコリン、ちょっと開けて申し訳ない。ポンポコリン。